みんな金太郎飴ってわかる？金太郎飴って金太郎飴風クッキーをね作っていこうと思います。まあ、なんかみやこすごいね最近YouTube でさ金太郎飴作ってるさ永遠とカットしてるなんか飴をねなんか作ってる動画をねめちゃくちゃハマってんの。みやこもこれクッキーで作れるじゃんと思ってね今日は作ろうと思うんですが、失敗するとなんかとんでもねなんかブサイクみたいなブサイクな猫みたいなのができてしまう可能性があってちょっとビビってますね。金太郎飴風難しいよ。え、本当にどうしよう、切ったらなんかよくわかんない化け物がいたな。ちょっと切ったら知らねえ化け物住んでたらどうしよう。でもわかんないよ、みく意外とこういうの器用だからさ、わりかしこの直感で何事もうまくいってきた過去がありますから。美術はちなみにみく5取ったことあるからね。ちょっと待って、ぐるぐるはさ諦めていい。ダメか、アイデンティティだよ。わかんない、焼くときにつけるわ。みこちのアホ毛と一緒。まあ確かにね、みんなにこれなくしたらただの猫だもんね。ただの猫だもんね。それじゃあ運命の時いくぞ。ドキドキなで切るぞみんな。それではみこピークッキーは一体どうなるのか。ちょっと待って、エビーだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何よこれ。ちょっと待って。みんな、かわいいね。ミュコピーできたよ。ちゃんと焼くからね、みんな。ミュコの気持ちに伝わったかな。かわいい猫型のクッキーができました。